お花紙の技法。ボリューム感あふれる作品にするために欠かせない包み技をご紹介します。包み技には大きく分けて2種類あります。1つ目はキャンディー包みです。お花紙2分の1枚を半分に折り、2枚重なるようにします。新聞紙など柔らかい紙を小さく切って丸め、手前に置いたらくるくると包んでいきましょう。端を親指と人差し指でつまんで、向こうから自分の方にねじります。反対側も同じようにします。これでキャンディーの出来上がりです。ここから玉のような形を作ってみましょう。ねじったところに液体のりをつけます。つけすぎないように塗り薬を塗るような気持ちで塗りましょう。内側に倒して玉にくっつけます。反対側も同じようにすると丸い形になります。ヘタをつけたらミニトマトに変身です。中身にする紙を細長くして包んでみましょう。作り方は先ほどと同じですが、細長い形に出来上がりました。茶色で筋を入れるとウインナーになりました。大きなキャンディー包みはお花紙を2枚重ねて作ります。お花紙と同じくらいの大きさの紙を丸めて玉を作り、2枚重ねにしたお花紙で包んだら両端をねじります。糊を塗って内側に倒せば大きな玉の出来上がりです。アイスクリームやポテトサラダにできそうですね。2つ目の風呂敷包みもお花紙を2枚重ねて包むのは同じです。お花紙の上に丸めた紙を乗せ、糊をつけながら外から中へと包んでいきます。今見えている方が裏側になります。ひっくり返して形を整えるとハンバーグのようになりました。お皿の形に合わせたい時などは段ボールと組み合わせて包みましょう。段ボールの上に丸めた紙を貼ったら、ひっくり返して2枚重ねのお花紙の上に置きます。段ボールの端に糊をつけながら周りから包んでいきます。ひっくり返して形を整えるとふっくらオムライスの出来上がりです。白で作ってご飯にしてカレールーをかけたり、オレンジで作った上にビリビリの技で作った麺を貼り付けて大盛りスパゲティにしたりと、いろいろな工夫ができます。包み技で作った大きさや形、色の違う土台を使ってボリュームたっぷりのごちそうを作りましょう。